どうもブラッディドラクルヴァンピール役をやらせていただいた小野ひかりです。ひかりさん、うるさい。さあみきちゃん、今回の公演どうでしたか？はい、はい、もうひかりさんと一緒に共演させていただいてとっても面白かったです。うまいねこれ。またひかりさんはどうでしたか？はい、面白かったですね。どうも、ここからはですね、劇場先行予約をしていただいたお客様だけの特典映像です。これをひっくり返すのも、もう最後ですね。今日はもう人一倍頑張っちゃいます。はい、よろしくお願いします。おはようございます。まずはですね、千秋楽を迎えた各選手からコメントをいただきました。こだわりの名場面ですね。ですね。皆さんもビデオでもう一度見てみてください。はい、では早速私のから見てみてください。どうぞ。やる気満々。森を迷ってるところなんですけど、その時あのうさぎはすごいあのなんて言うんだろう、あの怖くてですね、その周りの森が怖くて、その怖さを吹っ飛ばすためにあのやる気満々っていう歌を歌うんですけれども、そこがね本当にこれ疲れるんですけど、あのお客さんが乗ってくれると楽しいっていう、まあ、こういうところが結構見どころですね。セットミーフリーの後にマモちゃんになんかみちるさん の, あのコンサートツアーがヨーロッパで決まった時にすごいウサギは嬉しくなっちゃってピーチビームっていう技をかけてしまうんですけど、それも結構、うん、ピーチビームってどういう意味なんだろうって考えてくれたらきっと楽しいでしょう。はい。最後のシーンでのみんなで相打ちをしてしまって死ぬところなんですけど、その時にマーズに微笑み返すところが私は好きです。あとはサバとの宴のぐるぐるぐらのところで、だからやりましょ黒いミサという歌詞があるんですけど、そこの黒いミサというところでマーズと何かやっているシーンがありますんで、そこをぜひ注目して見てもらいたいです。はい。麻布十番高校の前で、やたら弾けている日野玲ちゃん、そしてその次に、メラメラ燃えているミコレイちゃん、そしてなんといっても、自分のソロをいただいて、そこで炎のメッセンジャーというマーズのテーマ曲をいただいたので、そこも見どころ、最大の見どころです。やっぱりジグザグスラッシュからヴァンピールに噛まれてしまうまでの一連と相打ちで階段上で死ぬところです。あとは一番登場シーンの制服で出てくるところのハチマキ姿です。はい、世界一ハチマキが似合うと言われたのでやる気満々で毎回気合を入れてやっていました。はい。一番初めの方なんですけど、じゃ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 ーんって言って出てきて倒れ込むところが私的にはすごく弾けてて、あの美奈子ちゃんのちょっと可愛いアホっぷりが自分では気に入ってます。ヴィーナスになってからの、相打ち、最後の相打ちのところでジュピターと仲間なのに相打ちをしなくちゃいけないという、そのすごい苦しい心境とかそういうところはすごく、一生懸命頑張ったつもりです。結構大人気の、氷川神社のシーンなんですけれども、結構あまり言わない遥のこう心の内をボソッと言ってしまうっていうところが、すごい自分の中では絶対に言わない口にしないとこなんだろうなっていう遥のシーンなので、そこが好きですね。今回はなんとウラヌスが、ヴァンピールに吸血されてしまうというところがやっぱり私の中では毎回気合が入っているシーンですね。ヴァンピール役の小野光さんは毎回必ず本意気で噛んできます。はい。ウィルビーザラストビクトリーの途中の感想のところでマンドレークさんと盾をするところがあるんですけど、私の特技が合気道で初段を持っているので、その合気道っぽい盾をつけていただいたので、そこの盾がすごく気に入ってます。ウラヌスがヴァンパイアに変わってしまって、そこであのはるかに、はるかじゃない、ウラヌスにこう語りかけていくところから、あとはウラヌスがたちが相打ちで倒れていってしまうところ の, あのネプチューンの心の中の弱さみたいなのが出てると思うので、弱さが出てるところが見どころだと思います。ウィルビーザラストビクトリーという曲があるんですけれども、その曲はとても好きで、
かなり気合を入れて、まあ、全てに気合は入れてるんですけれども、その中でもかなり愛着のあるというか好きなのがウィル・エビー・ザ・ラスト・ビクトリー、それが一つと、あとセリフの中でこれしかできないっていう相打ちのところで死ぬ場面なんですけれども、そこの死ぬ間際に涙が流れるところがちょっと見どころの一つです。ミレニアム恋の戦士はいられないのサターンのところと、転校生の芝新月アスタルテのことがすごく気になって思わず言ってしまった時々あの人影がなくなるっていうセリフのところと、みんな楽しく踊ってるサービスナンバーです。サバトの宴でカルテットと一緒にタヌキになって出てきて、その時にセーラームーンに何やってんのって言われて頭をかくところが見どころです。セーラーチミミミに変身して出てくるところです。もう一つが初めて出たサービスナンバーです。そうですね、やっぱり自分自身でもあのセーラー戦士になるとは思っていなかったので、あのそのセーラーアスタルテの時とかウィル・ビー・ザ・ラスト・ビクトリーとかあのファイヤーでもあの格好で、まあ、あの洋服に助けていただいてるんですけれども、あのそうですね、あの時のシーンとかセリフとかはすごい自分でも一番思い出に残るところですね。はい、次はですねアドリブコーナーです。ということは私は出ないんですね。はい、もう光さんはアドリブ禁止令が出てたんですよね。いやいや、もともとねそういうことはやらない人なの。うん、そうやってほしかったな。あ、エリザベット先生ちょんまげ出ちゃった。この大学で面白い。もう行くよ、私残していけるの。いける。じゃあ勝手に行けば。あ、喧嘩打っちゃった。ここ上手かった。よかった、もうこれ受けてくれて。もうこの時の江戸の顔がおかしいよね。ウサギはね、当たり前よ。諦めるな。いや、怒ってる、逆切れ。本当に切れちゃって怖かった。飛ばせてみせる。ミラミラしてる。ポーズ取ってる。ひろ兄ちゃん、準備があるから見に来て。ほんとたくましい、れいちゃん。千秋楽はみんなすごいな。すごい受けてた、もう。何やってんだよ。いや、こんな恥ずかしいことをさ、結局最後までノリノリでやっちゃった大人がいるのさ。マンドレイクは結構もうすごいアドリブでしたよね。もうこれ怖い、このマンドレイクすごいシュール。すごいですよね、これ怖すぎですよ。怖すぎだよね、最後踊ってるし。うわー、なんだこりゃ。本当、いやー、マンドレイク頼むよって感じですよね。本当、小道具置き場にね、置いてあって、一人でびっくりしちゃいましたよ、ちゃんとカツラかぶってるし。あ、出た、みなこちゃん。お実はですね、この歌は、あ、この音はですね、ラムーンのね、前、なんていうんですか、前の前奏か。前奏、全然わかんなかったよ。この音なんか格調が高いな。めしべのおばあちゃん。またマンドレイク。おしべのおじいちゃん。面白い。めしべのおじいちゃんか。はい。めしべのガールフレンドは元気なのか。あ、え、マンドレイコのことでしょうか。マンドレイコ、ここでも出てきてますね。でもこの会話の仕方だと打ち合わせしてないよね、これ。しないんですかね。してないよ、きっと。そんなことはもうよい。面白い。アンデルセン。あはは、面白いでしょー。問いかけで頑張ってみたんですけど、ね、声ひっくり返ってる、頑張ってる。はい、焼き芋。これでほら、マンドレイク、マンドレイクの足、お靴下になってる。すね毛やばい、マネ毛。これ本当に忘れたらしいっすよ。あ、そうなんですか。千秋楽なのに。でもちゃんとね、すね毛でって言ってましたね、今。じゃあこれ、笠原さんがタイツ忘れてマンドレイクが貸してあげたんじゃないの。あ、そういう話よ、多分。まあ、ここまでバラしちゃった。やばい。最後に千秋楽だけのサービスナンバー2曲をお届けします。ノーカットでいっちゃいますよ。いっちゃってください。もうひかりさん解禁。
にこやかに踊ってるから面白いですね。この曲でにこやかに踊ってるってどうなんでしょうかね。でもこれありですよね。でもね、気持ちよかったんだよね、やっぱりね、本編とはまた違うノリがあってね。ですよね、なんか本当になんかいいと思う、この雰囲気。でもね、これ最初にね、みんなお客さんがわーってなった時に、はい、その拍手みんな疲れるよと思いながら、ね、歌ってた。あ、飛んだ飛んじゃった、飛んだ。もうなんかこう、なんかやりたくてしょうがないんだね。あ、もうね、アドリブでできなかった屈辱をね、ここでもういいってこのね、十字架のなんかやってましたね、今。あ、出てきた。この曲本当になんか全員悪役が揃った時ありましたよね。なんかほら、いっぱい出てきて、そうそう、これ両脇にね、リリスとね、アサルテが出てきてんだよ。ですよね、この手羽先いいなー、やりたかったのに。もう戦士で、これはね、やりたかったんだよね、やろうっていうことでもやってる、思ってたのに、そうなんだよね、ダメって言われてでも私は前奏の光さんの踊りをぜひぜひやりたかったんですけど、ね、そうだね、本当にみんなにやってもらおうと思ったんだけどね、でもね、もうね、この時はね、下手で私は次のセリフを練習しまくってたんですよそうなんだもう言えるかな言えるかなって。みんな可愛い子踊ってる、ちっちゃい子たち、ほらもう後ろにニコニコしちゃってどうなのこれあ、マンドレークと一緒にリリとリリもすごいニコやった。あ、髪に行きましたこれ笑った最後のエリザベートの顔がおかしかったね。やられたって顔でしたね蹴ってる蹴ってる、あ、面白いこれ、あの2人も踊ってくれてますね、うん、色っぺーって感じですね、素敵、やったかっこいい。あいつらは戦士たちは私が全て片付けたやだから今日はもう出てこないちょっとアドリブチックなこと言えて、はい、ということで、急に椅子に戻りましたけども、いやもう恥ずかしい、千秋楽ということで、ラソルジャーで選手たちも目に涙を浮かべながら踊っておりました。私たちも懐かしいですねラソルジャー踊ってた頃がありましたね。まああの頃は毎日ギャグのネタなどを考えてね、大人の方たちがしっかりやってくれていたからこそ成立したんですよね。ね、はい、それを今回身に染みて感じましたなんか千秋楽って受けがいいですよね。ここで選手たちに一言言ってやりましょう、はい、闇の怖さを知らぬ者は光がどんなに懐かしいものかを知らぬありがとうございましたはい、そして今日9月4日千秋楽と重なって、キャストの中にお誕生日のものがおりまして、一緒に祝ってやってください。この日が誕生日だったんですよね。うん、ドンピシャでこの日だったみたいですよ。すごい、もう泣いちゃって泣いちゃってその時ね、下手かみてでね、あめでとうって頑張って言ってたんですよ、私たちは。聞いてたよ。本当ですかお母さんいや、まあ普段はドス聞いてますけどね、こんな可愛い女の子なんですよね。本当感動ものですよ、これはおめでとうですね。泣いてる泣いてる、かわいい。はい、ということでこの夏も、悪役たちに熱い5000円ありがとうございましたはい、終わりはい、よしさあ、笠原さん、司会出てきました。今年の夏はとっても暑い夏でした。ね、こちらアスタルテの方もとっても記念の夏になったことと思います。今回のこんな暑い夏にも負けず私たちが頑張れたのは、もちろんこの私たちの目の前にいる皆さん、そしてですね、このセーラームーンミュージカルを心から愛してこの夏よりも熱い応援を送ってくださったファンの皆様方の心からの声援のおかげだと思っておりますすいませんスタッフキャスト一度、川原さんいつもいいこと言ってくれるんですよね。心から御礼申し上げます。あうなってる。それでは皆さん、
さようなら。戦士面白いですね、マンドレーク。やはりセラミューミュージカルはですね、なんで引っ込んでるんだろうってびっくりしたらこんなものを持ってきちゃった。怒られてしまいました。それではオルレアン・ラピューセル全戦士登場。お、早速出番が、はい、出てきましたね。出てきましたね。はい、もう汗をかきながらみんな位置取り悪いね。ですね。はい、それではうまくいったなって思ったのに。ミレニアム、変な戦士じゃいられない。お、やっちゃった、ヒカリさん。というか今回のヴァンピールはですね、に飢えてるというよりもギャグに飢えてるようですね。さて、台本に書いてあったの。ちゃんとフォロー。もうすごい怒って入っちゃってる。怒っちゃってますね、これ本当に。さて、それでは本当に行きましょう。ミレニアム、恋の戦士じゃいられない。よっ。みゆきちゃん、いつもなんかもう、あ、終わるって感じで。みんなでね、またこれ踊れて、最後のね、この込み上げてきたね。はい、マーキュリーです。すごいね、かわいいね。この時もびっくりしてて、うん、まず、いい笑顔してますね。やっぱりみんな笑顔でやってたんですね、うん、踊ってる間はみんなどうやってにっこりしてんのかなって、自分だけだったらどうしようと思ってたんですけど。はい、ジュピター、かっこいいですよね、手足長くて、うん、今回頑張ってましたね。すごい、かっこよく決めてたんですよ、いっぱい、うん、ヴィーナス、ヴィーナス、くる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 。素敵、もう笑顔って感じですね。笑顔素敵ですよね。ね、だけどノンノンノン、ね、うん、あの気に入ってたんですよ。かっこいいから、みんなで合わせてて。かっこいいから。かっこいいんですよ、これがまた。ここへんてこなんですけど。ごめんなさい、もう上手くないんですよ、踊り。もう頑張ってる。はい。あ、次は外部さんが出てきました。お姉様が。はい、もう素敵な、輝いてますね。素敵な大人の笑みですね。あら、素敵。はい、お兄ちゃん出てきました。はい、もうかっこよくね、パンチパンチ、パンチパンチ。素敵な、また腕も素敵な腕っぷしで、腕っぷし。はい、プルート、本当歌声とかもすごい凛々しくてかっこいいですよね、うん、頼れそうなプルートだよね、うん、サタンも踊りすごいね、上手くて、うん、足細って感じですね。本当に折れちゃいそう。隣に行くともう自分悲しくなってくるんですよ、本当。素敵。だからノンノンノン崩れない、誓いの金がバンバンバン、恋の戦士じゃいられない。楽用に振り付けられたんでね。もうあそこの感想で、うん、私はひかりさんの、うん、なんですか、前奏の踊りをしようと思ってたんですけど、やっぱダメって、もうひかりさんからダメ出しをされたので。嘘。ダメって言ってたじゃないか。これがもう、うまくいったって感じですね、ここで。
この時は次のセリフに向けて緊張してたんですけど は, はい。皆さんどうもありがとう何やってんのもうこの時ね、江戸くんは大変なことをしてしまいましたうまく言えるかなセリフ失敗で嬉しいんですけれども20世紀最後の夏休み戸田、新神戸、大阪、岡山、名古屋、浜松、東京言えたいろいろもう本当にもうドキドキしちゃって出会えたことが私たち全員の幸せですどうもありがとうございます私にとっては初めての地方公演でもうたくさんの思い出と一緒にいろいろなそうだよねでも貫禄あるよねみゆきちゃん本当ですかうんみゆきさんありがとうございますなんかでも今回初めてだったけど2001年、はい、グッドでしたか、なんかずっと一緒にやってるような気分だよね本当ですかよかったもう次も頑張りますんでよろしくお願いします本当によろしくお願いします、はい、あ全部言えた万年の笑みなので、ね、もう一度ここで全キャストの皆さん登場してくださいどうぞここでほら光さん出てきてそうだよ皆さんちゃんと微笑んであげたでしょ、言えたよかったって思ってここでちょっと油断をしまして結構もうぐちゃぐちゃになってきてるんですけど、なってきたなってきたどうしよう、もう笑い出しちゃって20世紀、21世紀、2000年とか大変だったんですよ、これサブタイトルは私が勝手につけさせていただきたんですけども、笑いが来ましたそれもですね、冬休みもここサンシャイン劇場でまたお会いしましょう約束だよみんなこの時もう選手のみんな私を睨んでましたそうだよ、もうきっかけ違うんだもんそう、段取りが違うとか言ってバラバラもうほらぐちゃぐちゃになっちゃったぐちゃぐちゃになっちゃったもうやっちゃったよもうこの時私やっちゃったと思って苦笑いだったんですけどねみんな大変だってこの幕が閉まったとて私はどんなことになるんだろうと思って袋叩きされちゃったらどうしようって思ってたんですけどねもうここでまたそうもう一回はいほらもう一回上がったあよかったよくもう嬉しくてジャンプしちゃいました私イエーイはいどうもありがとうございますみんな泣きあり笑いありつかなくてとっても私今ちょっとびっくりしてたんですけれども本当にすいませんでしたですねなのでもう一度仕切り直しということでそうだったのありですこれは2001年冬公演もぜひここサンシャイン劇場でまたお会いしましょうねみんな約束だよはいうまくいきましたひかりさんあーよかった、はい、無事に終わったおーよかった素敵な終わりでしたねね今年の夏公演はいろんな意味で出演者みんなの思い出に残る作品でしたセーラームーンミュージカルは皆様の熱い熱い声援がある限りどんどん続いていきますのでこれからも応援よろしくお願いしますみんな21世紀の幕開けもセーラームーンと一緒に過ごそうね